なんだ？お前が恩師かよ。強そうには見えねえな。ま、よろしく頼むぜ、恩師。ちょうどいいところに来たな。いつ出かける？あ？お近み退治に行くに決まってんだろ。お前が止めない限り、俺は喜んで他の奴を倒すぜ。こんな、なんもねえところ。つまんねえよ、早く出せ！一番強い奴は誰だ？出てこい！この力、誰に向かって試してやろうか。なあ、恩師。さっさとこの傷、治らねえかな。じゃねえと、次の喧嘩に備えられねえだろ。クロスボウがまだ綺麗に吹けてねえ。もう少し待ってろ。おお！敵は誰だ！話せ！俺はまだ！やれ！何驚いてんだよ。作り方の順序とタイミングを覚えれば、こんなの簡単だぜ。おい！ラーズージー！出てこい！おい！ラーズージー！出てこい！あいつ、また世話しなくしてやがるな。なんで戦いを望むのかって？お前と違って、俺は平和な生活なんかにゃ満足できねえからだよ。触るな。クロスボウはまだ修理中だ。出撃の前に武器の手入れをするのは常識だろ。服従させるだって？お前が俺を？あ？いいぜ、試してみろ。制約か。いいだろう。お前がそんなこと言うとはな。結構勇気出したな。褒めてやるよ。お前はもう覚悟決めたんだろ。ああ、返事はいい。俺はお前を後悔させねえ。お前が自分で俺を選んだ以上、後戻りはできねえぜ。平凡な日常はもう終わりだ。これからも楽しみにしておけ。怒ってねえって！マジで怒ってねえって！ああ、うるせえな！言うよ。言えばいいんだろ。こないだの戦闘、追撃してたら勝てたのに、なんで俺を止めた？そんな遠くに立ってねえで、こっち来いよ。何言ってるか聞こえねえだろ。そうだ。もっとこっちに来い。で、どうした？言いたいことがあるなら言ってみろ。お前の部屋が散らかってたから片付けたんだよ。お前が恥ずかしがるようなもんは何も見つけてねえから。別に、恥ずかしがることはねえよ。契約っつうのは、めんどくせえもんだな。ち、これでもう戦闘終了だって？ふざけるな。足りねえよ。ははははは、面白えな。次は、負けねえぜ。あ、俺これ結構好きだぜ。サンキュー。ん？別に喜んでねえよ。
もしお前が俺の戦いを止めなきゃ、もっと嬉しくなるかもだけどな。